はい、どうもフランクです。昨日3人の GTR オーバーヒートして積載に運ばれてって、まあ当分戻ってこないんで、走行動画もアップできなくなるということで、今回からですね、こういう走行動画をですね、台車のまあ車でやろうかなと。で今回第1回がまあテスト動画なんですけど、まあ台車のねワゴン R、3月ぐらいにね確かお借りした車だったんで、まあ、その動画も多分アップしてると思います。アップしてたはず、してたか、大丈夫だ。なんか勝手にワゴン R 紹介みたいな感じのね台車をアップしてたんで、まあ その時の車両ですね。これが現状、まあとりあえず乗った感想を雑談しましょうかね。雑談というか一人で、まあ、まずね GTR からこっちの台車になって思ったことっていうのは、非常にですね静かです。マフラーの音とかもね全然ね静かなんでね、まあ快適には乗れると思います。そういった面では音とかの面に関してはね。であとはタイヤはねなんかちゃっかりねグッドイヤーでしたね。なんか意外とおなんかなんて言うんだろうな、車にあまり興味がなくて車乗れれば何でもいいやっていう人がなんだかんで言って結構ね高いタイヤを履いてるんですよね。国産の、地味に国産の高いっていうか、まあ国産という高いタイヤですよね。ほら車走れば何でもいいみたいな感じで、例えばこういうワゴン R とか乗ってる方で、なんて言うんだろう、まあ軽自動車の方が維持費とかね安いからっていうのをね言ってる方がですね、実際は多いわけじゃないですか。あらら、なんかすごいな。なかなかいけないな。でそういった人に限ってなんかね国産が多い。オッケー、すみません、いった。なんか小釣り多いから大変だな。走れれば何でもいい、プラス お金あんまりかけたくないからってことで、なんか軽自動車乗っている人に限ってなぜか横浜とかダンロップとかのなんか国産のタイヤを履いてるっていう。まあでもあまり車興味ないからアジアンタイヤの方が安いよってことは知らないんですよね、きっと。GoPro 今走行、夜の走行に関してはね結構暗く映ってしまうんで、さらに3人で やると、ライトが暗いもんでもっと暗くなるんですけど、まあ、今回夜 GoPro の撮影ちょっと不向きですけど、まあライトが明るいんでまあ映ってんじゃないかなと。あとこういう市街地だからね、まあ、タイヤはね、そう、グッドイヤーだったかな。あれ、グッドイヤーってなんだっけ、国産だっけ、国産だっけ、わかんない、全然。国産だか海外だか知らないけど。国産か、わかんない。まあいいや。まあ、タイヤも多分ね、グッドイヤーって地味に評判がいいから、まあ、グリップ的にはあるんじゃないかな。飛ばしてね攻めたりとかしてるわけじゃないから何とも言えないんですけど、まあ悪くはないと思いますよ。街乗りしてる分には、まあ街乗りしてる分にはって言ったらもうどのタイヤも同じか。ね、そんな気がしますよね。
とはね、まあコーナーですね、あのカーブでハンドルを切った時とかね、結構怖いです。ワゴン R、 まあワゴン R だけじゃなくてタントとかそういうのもそうだったし、なんかこういう軽乗車のさ、こういう実用性のある車っていうのはコーナーがね、あの非常に怖いです。まあボディ形状的な問題なのかな、やっぱり。で、軽乗車ってなんかタイヤもなんかね、細いじゃないですか。なんか接地感がないっていうか、不安定なんですよね。まあちょっとね、街乗り程度で、まあ近場だけの感じだったら、本当軽乗車でも全然問題ないと思うんですけど、まあ長距離とかになってくるとね、軽乗車で多分きついと思いますよ。県外行ったとかやると、なんていうんだろう、高速道路とかもね、おっかない。合流とかもね、ほらパワーがないからさ、ちょっとね周りに迷惑をかけてしまうような感じになってしまうんですよね。金欠中です。あとは乗った感じだとちょっとシートが疲れるかな。軽自動車系、まあ、今までいろいろとね台車乗ったりとかもしたし、ね、実際にパジェロミニとかも所有してましたけど、シートがね、なんていうんだろう、フィット感がないし、なんか硬すぎるってわけでもないんだけど、なんだろうね、あまりよろしくないんですよ。だから本当に長距離とか乗ってるとね、腰とかね、背中とか首がね疲れてくるんですよね。なんかマニュアル乗ってるとね、オートマに切り替わった瞬間にね、あれですね、よくやりがちなのかな、なんかクラッチがあると思ってクラッチの位置に、ね、足を置いてしまうみたいな、でもないとかね。もうほら、あのフットブレーキっていうかさ、あのサイドブレーキは手で引く方じゃなくて足の方だったら、それをクラッチと勘違いしてしまう恐れがある。前にミラー借りてた時に燃費が、まあ、飛ばしたりすれば16とか15とかなってきたのかな、13だか分かんないけど、そんな10キロ台だったんだけど、ミラーの場合はね、1ヶ月2ヶ月3ヶ月とね、エコ運転をね意識して走ってたらね、リッター22から20
8ぐらいまでなってたかな、の間だったかな。だから燃費良かったけど、ワゴン R はね、なんか思った以上に、ね、燃費が良くない。今これ平均燃費が 16.1 になってますね。黄色信号はね、止まった方がいいですよ。止まれるなら、まあ、今ちょっとね、止まれる感じはしなかったんで、黄色信号になって通過しましたけど、まだこのブレーキ感覚が慣れてないんで、 GTR っていうのは重くてね、効きが悪いわけですよ、ブレーキが。だから他の車に乗るとね、 GTR みたいな感覚でブレーキを踏んでしまうと、もうガックンガックンしちゃうんで、今ね、優しくブレーキをかける練習というか、まあ、慣れるように してるんですけど、でこれに慣れてくると、今度 GTR に戻った時にブレーキが足りなくて止まらなくなっちゃうっていうのもあるんで、ちょっと怖いですけどね。いやー、まさか動画が台車になるとは思わなかった。前の動画になんか左からの追い越しは禁止だ禁止だ言ってるけど、現状こういうことですよ、うん、右側がね、追い越し車線を走りたいっていう人が多すぎたりとか、曲がる人が多すぎたりとか、ね、右折する人が多すぎたりすると、もう絶対こっち側詰まるんで、でその渋滞のところをね、追い越し禁止だからって、あ、追い抜きか、追い抜き禁止だからって言って、あれだよね、抜かなかったら大変なことになりますよね。追い越しじゃない、追い抜きだ、追い抜き。左側からの追い抜きが基本禁止じゃないですか、左車線。でもこう右の追い越し車線が、まあ、詰まってるわけじゃないですか、いろんな理由があって、でそれを左からの追い抜きとか追い越しとかね、まあ、そういうのね、禁止だとかって言ってますけどね、実際ね、現状はもう左からどんどん抜かせていきます、このように前が詰まってるから。今日のね、追い抜きはね、まあまあ普通、これで違反だって言ったらもう全員逮捕になっちゃいますからね。アンチコメのなんか無免許キッズがだいぶ増えてますんで、ね、あと知ったかアンチみたいなとか、あとはほら嘘つきアンチとか、なんか高級車とかスーパーカー乗ってますよみたいなアピールして、実際乗ってないとか、まあ多分アンチも注目されたいというか、なんか反応してもらいたいんですよね、どうせ暇人なんでね。僕自身もね、暇人っちゃ暇人ですけどね、アンチは多分もっと暇人ですよ。そもそも YouTube 開いてるやつで大体暇人ですから、基本。運転してるな、エコ運転してるな、本当に。まあ3人でも全然安全運転してるんですけどね、なんかこういう台車のね、ちょっと言葉悪いかもしれないけど、遅い車とかに乗ってる方がね、なんか安全運転できるような感じしてきた。
どうせ踏んだところで加速しないし遅いし、しかもうなってうるさいしと思うんだったら、もう煽られたって何しようがいいから、とりあえず交通の流れに合わせる感じで、なんていうの、普通に走るっていう感じのですかね。まあ、とりあえずこの辺で今回はテスト動画なんで止めさせてもらいます。ご視聴ありがとうございました。